はい、皆さん、こんにちは。マンスリーピッチ7ミニッツ第10回始めていきたいと思います。私、ナビゲーターを務めます、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング外部アドバイザーの杉原です。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、同じく進行を務めさせていただきます、スマートシーインシティと事務局の土屋です。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、本日はこの2人で進めさせていただきたいと思います。マンスリーピッチ7ミニッツ、今回第10回ということなんですそうが、ですね。昨年の7月にスタートしましたので、1周年記念でございなまるす。ほど。おめでおとうめございでとます。うございます。はい、ということで、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、念のため、このマンスリーピッチ7ミニッツについて簡単にご説明させていただきたいと思います。で、マンスリーピッチ7ミニッツは、ご法よしのスタートアップと、全国の熱い自治体職員の皆さん、スタメン47の皆さんとの出会いの場になります。で、じゃあ、ご法よしスタートアップとは何なのかと申しますと、近江商人の経営哲学である三方よしに、未来よしと地球よしの2つを加えまして、今後あるべき企業の姿を独自に定義させていただいたものになります。スタートアップ企業の皆様、公募させていただきまして、事務局の選考を通過した方々、本日はなんと5社がご登壇いただけることになっております。じゃあ、スタメン47とはということですが、スタートアップに何らか関連する部署の方々や、関連しなくともスタートアップと何かやりたいと思っている、熱い思いを持った公的機関の職員の方々を事務局が独自に集めておりますというところです。で、このセブンミニッツ特徴はですね、コネクトのオレンジ、またナイスのブルーの札上げ制度にございます。7分間のスタートアップの皆さんの熱いピッチの終了後、スタメン47の皆さんにコネクトかナイスの札を上げていただきます。で、コネクトのオレンジの札を上げていただいた場合、後ほど連絡先を交換するとしていただくというシステムが特徴になっておりますというところです。はい。はい、たくさんのコネクトがですね、今日も上がることを期待したいと思いますが、ここでですね、まずスタメン47、先ほどご紹介いただきました自治体の皆様ですね、ご紹介したいと思います。個別のご紹介を省略させていただきますが、ぜひ皆様、画像をオンにして、いただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、今日もたくさんの自治体そうで職す員ね。の皆さんに集まっていただいております。ありがとうございます。はい、このメンバーでですね、手挙げさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここでちょっとですね、皆さんに見ていただきたいものが、じゃじゃん。あれ？映っておりますでしょうか。これ実はですね、自治体の皆さんの札上げランキングというのを、以前やったことがあるのを皆さん思い出していただき、覚えていらっしゃいますでしょうか。前回ですね、自治体の皆さんと座談会をやらせていただいたことがあったんですけども、そちらでランキング発表させていただきました。第6回までのランキングの結果です。北九州市さんがトップと、ランキング1位と、2位に渋谷区さんが入っていて、まあ、この京都知恵産業創造の森さんまでをですね、神セブンと言わせていただいているんですどっが、かで聞いたことありますね。はい、今回第10回ということで、第9回までの最新のランキング結果を出させていただきます。じゃじゃん。北九州市さん、コネクトランキング1位、死守しております。で、2位、渋谷区さん、変わらずです。神セブンの方々、大体変わらず、顔ぶれ変わらずなんですが、少し順番の入れ替えがありましたけれども、なんと横須賀市さんが神セブンに迫っておりますということで、今日の札上げの数次第で神セブンに横須賀市さんが入ってくるかもしれないということです。ですね、今日もたくさん続々コネクトの札を皆さんにあげていただきたいなということで、ご案内をさせていただきました。はい。それでは、今日5社というそうでこすとで、ね。7時15分までに、なんとか終わらせていきたいなと思っておりますので、時は間い。厳守で終今わ日らせ5て社あくりだますさのでよろしくお願いします。い。はい。それでは早速でございますが、1社目のスタートアップの方にご登壇いただきたいと思います。1社目はですね、ワープスペースの常町さんです。常町さん、ご準備、整い次第始めてください。よろしくお願いします。じゃあ、始めさせていただきます。皆さん、はじめましてじゃない方もいらっしゃいますけども、オフスペースの常増と申します。筑波発の宇宙ベンチャーとしまして、2011年から筑波大学衛星プロジェクトから始まって10年以上ですね、通信、衛星の領域で開発を続けてきました。今はですね、おそらく多分このまま順当にいけば世界で初めて民間商用での光中継通信衛星ネットワーク
を、まあ、サービスとして確立するというところですね。初号機としては2024年10月を最短として今準備を進めているところです。あまり馴染みはないかもしれませんが、宇宙空間の通信インフラですね、非常にまだまだ貧弱なものがありまして、今90数%以上の新しい人工衛星が回っている軌道が高度400キロから1000キロメートルのですね、まあ、低軌道と呼ばれる軌道なんですが、地球の観測をしたり、例えば地上の方々に通信サービスを届けるなどのサービス面においては非常にですね、地球に近くて有効な軌道なんですが、その衛星をオペレーションする、または取得したデータを地上に下ろすという通信に関してはですね、地球に近すぎて、例えば地表の7割を占める海の上、砂漠の上やですね、山脈の上など地上部分に通信設備をおよそ整備できない上空に関しては完全に圏外になってしまっているということで、今だいたい地球上空の9割が実は通信圏外という厳しい環境の中で人工衛星の運用がされていますと。加えて今通信に関して言うと電波で基本的には通信をしていますが、衛星の数がどんどん増えてくることによってですね、その周波数資源の獲得競争というのが起こっていまして、衛星1機あたりなんと24ヶ月以上手続きに時間がかかっているというのが、事業者単位でも産業単位でも非常に大きな負担になっております。それを、まあ、我々としては根本から解消するということで、電波ではなく光で、かつ低軌道よりも少し離れた軌道に、中継通信機能を持った小型衛星を複数配置をすることによって、最終的には24時間365日低軌道衛星がどこにあってもですね、高速通信サービスにアクセスができ、また光通信を使いますので周波数獲得といった煩わしいことがなくなるといった大きなインパクトを産業にもたらそうとしております。こういったサービスですね、まあ、通信ということですけれども、宇宙空間にはまだまだつながっていないところがいっぱいあるという中で、それをどんどんつなげていくというのが我々のビジョンでして、それがつながった結果ですね、データの流通が宇宙空間においてブーストされ、そのデータの先につながるさまざまな産業に貢献をしていくというのが我々の目標でございます。この通信環境のアップデートに大きくですね、ポジティブに働く産業の一つが地球観測産業、地球観測衛星で地球を観測する産業ですね、です。現状通信の課題、ボトルネックがあることによって、どう頑張っても1日1回から数回程度しか観測データを地球に送ることができませんと。そうなりますと、なかなかそのデータから得られるインサイト、それからそこから生まれるアプリケーションの幅がですね、非常に狭くなってしまいます。これを我々は極端に言うと、5分に1回、1分に1回のデータがリアルタイムに地上で入手できる世界観へと変えていきます。そうなると何が起こるかという話で言うと、地球観測データはもともと伝統的に安全保障やですね、気象観測、最近で言うと金融産業における利用が広がってきましたが、それがどんどん様々な産業に広がっていきますと。例えば農業であればですね、今の人工衛星の観測精度はすごくてですね、土壌の成分分析、水分量調査、作物の生育状況の把握などができているんですが、このデータがリアルタイムに手に入るようになればですね、ドローンや自動農機具と組み合わせて大規模なフルオート農業の実現ができるというふうに考えております。また物流においてはですね、15センチ単位で物が見れるようになりますので、ドローンを使わなくてもですね、渋滞や駐車場等の混雑状況のリアルタイム可視化、これを例えば自治体さんであれば市民生活に還元をするということもできるようになるかなというふうに思っています。加えてですね、レーダー衛星を使えば1センチ単位での例えば道路、建物のずれ、地盤沈下等が観測できますので、道路、本当に道路、高速道路も含め、または港湾ですとか、さまざまなハードインフラのモニタリングで、非常にいろんな人手が足りないという状況ですけれども、それを数十キロ単位で、数十キロ四方単位でですね、
簡単にかつオートメーションでできてしまうという使い感がもうこの5年10年ですぐやってきますということになります。地球観測の産業も当然非常に伸びていまして、まあ、今世界ですね、まあ、数十兆の市場に今なっていますと。一方で、まあ、通信はまだまだそこまでは至らないんですが、まあ、年間成長率が 30% 非常に速いスピードでですね、光衛星通信の市場が、まあ、成長しております。宇宙空間の光通信というのは非常に技術的な参入消費が高いので、今この領域でビジネスが、まあ、ビジネスをやろうとできているですね、スタートライン立てている企業は、まあ、世界でも、まあ、4社程度、まあ、そのうちの1社が、まあ、弊社ということになります。我々は通信衛星を作るということよりも宇宙空間で通信サービスを供給するサービスキャリアとしてのポジショニングを築いていきたいというふうに考えています。つまり地球観測衛星事業者をはじめとするさまざまな衛星事業者、この中には今後どんどん増えていくであろう民間の宇宙ステーションや月、月面開発等も含まれていますが、そういったプレイヤーに光通信サービスを届けて収益を上げていくというところが一つのビジネスモデルです。もう一つは現在未整備の宇宙空間の通信インフラを整備すること、運用することそのものがです、政府が直接今なかなかできないものになっていますので、そういったアクティビティをスタートアップに任せるという動きが日本でも起きている中で、我々としてはですね、最近の動きでいうと JAXA さんに指定事業者に認定をいただきまして、今まさに JAXA さんと一緒にですね、月地球間の光通信インフラの整備というものを着手をし始めました。2016年創業の会社でありますが、まあ、現状パラレルワーカー含めると45名程度をですね、まあ、日本全国世界中にメンバーが散らばっております。まあ、中には JAXA でですね、1990年代2000年代かけて世界初の宇宙光通信の実証を何度も成功させたレジェンドが何人も加わっているというような状況です。まあ、申し上げておりました通り、地球低軌道のみならず月面、ひいては火星に至るまで人類の活動領域が広がっていくに従って必須となる光通信のインフラを我々が構築をして、人類の社会に貢献をしていくという遠大なビジョンを掲げておりますが、足元ではですね、皆さんの地域社会のですね、生活の在り方がどう変わっていくかというところが非常に重要な、どう貢献していけるかというところが非常に重要なところだというふうに考えておりまして、今ですね、例えば損害保険産業であったりとか物流の産業であったりですとか、いくつかの産業の大手企業の方々とワーキンググループを組んで、例えば1分単位リアルタイムに地球の画像を高精細で 手に入ることができれば、どういうイノベーションが起こりうるのかというですね、ブレインストーミング的なワーキンググループの準備をしております。もし自治体の方々でご興味がありましたら、例えば防災の観点、もしくは公共交通の観点、もしくは一次産業の観点で未来を描きたいというようなアグレッシブな方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただければと思います。以上になります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、宇宙の通信キャリアになるということなんですが、足元でこういったデータの 利活用に関するワーキンググループとかご相談にも乗っていただけるということで、ぜひ気軽につながっていただければなということでございますが、事務局すいません、質疑応答の時間1問ぐらい受け付けても大丈夫でしょうか。はい、事務局柳葉です。大丈夫です。はい、ご質問ある方はぜひ挙手のほどよろしくお願いいたします。はい、横須賀市の永田さんではよろしくお願いします。はい、すみません。衛星通信というと、多分3ギガから30ギガヘルツぐらいのものが使われているのが多いかなと思います。で、多分その値は国際協調が必要なので、おっしゃる通りかなり、所詮時間がかかるというところかなと。そこで、
ペックスだけを使われるというところは、はい、斬新な発想かなというふうに考えました。で、一つですね、お聞きしたいのは、光を使うっていうふうになりますと、衛星よりも、下を飛んでる、航空機の安全性ですね。そこ、航空機に、多分光を当てるっていうのは、好ましくないところがあるかなと思います、ね。そのあたりの、調整とかっていうのは、航空安全というところにも関わってくるかと思うんですけれども、何かアイデアがおありでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。実際その衛星光通信で使われる光の波長帯は近赤外線ということになっておりまして、目にも見えないということで、人体や物体にこう危害を加えるということがない波長帯になっています。エネルギー密度もですね、よくあるテレビのリモコンで発せられる赤外線の強度よりも弱い強度になっておりまして、航空機等には何ら障害を起こすことはありません。あとは一方で、心理的に気持ち悪い部分はあるとは思っておりますので、そういった光通信設備を置かせていただく場所の自治体さんであるとか飛行場等にはですね、こういった運用しますよということは定期的にお知らせをしていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。広中さん、短めでもしご質問いただければ。はい、はいはい、宇部市の広中です。ありがとうございます。私もちょっと周波数帯のことを確認したかったんですけど、今近赤外と言われましたけれども、つまりミリ波とかサブミリとかでいうとサブミリぐらいだと。どうでしょう、ですね、ギガヘルツで言っていただくか、波長の長さで言って、どっちかで言ってもらうと。波長の長さで言うと、1550ナノ、1.5マイク。ああ、分かりました。はい、ありがとうございます。はい。なんかすごい専門的で。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは、コネクトはナイスのお時間に入りたいと思います。皆様、札のご準備よろしくお願いします。一斉に札を上げていただきましょう。どうぞ。はい。お、コネクトちょっと見えておりますね。はい。嬉しさ。コネクトたくさん見えております。ちょっと音楽がかかってなくて申し訳ないんですけれども、コネクト。大阪、豊橋、横須賀ですかね。はい。2345、コネクトですか。ありがとうございます。皆さんも上げていただいております。はい、皆さんありがとうございました。いい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1社目ワープスペースさんでした。どうもありがとうございました。はい、はい、続いて2社目ですね。はい、行きましょう。ニューオーディナリーの作井さんです。はい、よろしくお願いします。始めてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社ニューオーディナリーの作井です。我々は、愛知県名古屋市に本社を置くスタートアップです。設立は2020年の4月 に行っておりまして、きっかけは日本初の緊急事態宣言というところです。自ら移動の自粛を体感をしまして、移動という行為が生活を豊かにするには必要不可欠な行為だと感じて、もっと移動を生み出して世界中の人々を豊かにしていきたいとビジョンを掲げております。はい、で、移動といいますと、昨モビリティアザサービスというキーワードが出てきていますが、これはさまざまな移動手段を一つのアプリに統合して、ルート検索や予約決済が一括でできる、そんなサービスになっています。でしかし、もっと移動を生み出すにはやっぱり移動目的に注力すると必要があると我々は感じておりまして、さまざまな目的地を一つのアプリに統合してユーザーが移動したくなるような潜在的な場所を引き出す、そんなアプリを今ローンチしております。現在ノースポットという名前で展開をしております。ノースポットはユーザーの好みと、あとはその時のシチュエーション、今誰と一緒にいるかとか、気分はどういう気分か、そういうものを入力するとそれらに合った目的地がマップ上にレコメンドされるアプリケーションになっております。で、我々の強みは AI でレコメンドするというところがメインでございますが、2つ目としてはこの目的地を提案するだけではなくて、そこまでどうやっていくか、先ほどのマースとの連携というところに注力を置いております。なかなかこの2つを連携するようなサービスはまだまだ世の中にはないんですが、私たちは独自のアルゴリズムでここを連携するというところを作っております。簡単に言いますと、移動手段と移動目的、それらを
ユーザーの好みや、まあ、周囲の状況によって最適化するといったところで、特許もいくつか出願をしております。でまだまだこの分野は、学術的にも、難しいところで発展途上ですので、まあ、現在は、各地の、自治体様や交通インフラ様と、去年から実証実験を始めてきております。まあ、いくつかご紹介しますと、神奈川県さんのオープンイノベーションプロジェクトに採択させてもらいまして、ホテル事業の藤田観光様と、マッチングをして、まあ、箱根に、まあ、ユネスさんという大きな、商業施設がありますが、まあ、ここをハブとした前後の、観光回遊性を、レコメンドするということをやっております。まあ、その時も移動した手段としては小田急電鉄様のエモートと呼ばれるオンラインチケットとの連携を、行ってきております。まあ、他にも名古屋市様とは、商業施設が集まった金城埠頭という場所がありますが、まあ、そこでの商業施設内のデジタルマップを、提案することによって新規顧客の獲得ということと、まあ、そこまでの車のルート最適化ということを両立を図ってきております。他にも犬山市様、名古屋鉄道様と、まあ、1日の観光地のモデルコースを AI でレコメンドして回遊性を高めたり、神戸市様とは、まあ、都心の観光地、を走っているこういうループバスがありますが、まあ、移動手段だけではなくて移動目的とセットにすることによって、まあ、バスの売り上げも向上するといったことをやってきております。まあ、他にもシェア自転車や、コインパーキングなど、まあ、その土地の、特色に合わせたものを実証実験してきておりまして、現在も進んでいるのは東武鉄道様とスカイツリー様と浅草と押上間の回遊性向上を行っております。では回遊性だけではなくて、まあ、実際に鉄道のデジタルチケットの売り上げやスカイツリーの搭乗券の売り上げということも向上するということで実証実験中でございます。はい、で次にビジネスモデルですが、まあ、我々のノースポットを用いながら現在 B2B で展開を行っております。で真ん中に位置づけられるのが、まあ、マースのプラットフォーマーと書いてありますが、エンドユーザーが直接触るアプリケーションになっています。左側が移動手段を提案するもの、右側が移動目的を提案するもので、まあ、今はこの、マップのプラットフォームを使いながら、まあ、あの価値を検証してきていますが、まあ、ゆくゆく私たちが目指しているのはこのサプライヤーというところに、での展開を図っています。まあ、こういったマースのアプリを作る機能はたくさんありまして、まあ、その中の一つに AI でレコメンドするということと、移動手段と移動目的の最適化アルゴリズム、まあ、これを API 化することによって、まあ、彼らのアプリの裏側で展開を図っていこうと考えております。我々のような移動目的を提案するサービスいくつか出てきておりますが、まあ、まだまだ検索をの手間が少ない、まあ、つまり AI でレコメンドするというサービスを実現しているものは少ないので、まあ、ここを目指して展開を図っています。で引き続き各地での、協業や実証実験というのを行っていますが、まあ、その、際の協業イメージになります。まずは観光地の回遊性向上というのは先ほどの機能を使いながら、まあ、実際の、消費額を向上すると、スポットの売り上げだったり移動手段の売り上げということを、狙っていきます。でさらには我々マップのアプリケーションなので、GPS 情報だったりとか、まあ、どのスポットに興味を持ったかというデータがすべて取れます。まあ、どういうユーザーが、まあ、どこに住んでいるときにアプリを開いて、まあ、実際にいつ、その観光地に来て、まあ、どの順番で回ったかというデータがすべて取得できます。でさらに AI で、まあ、そのユーザーがどういうユーザーかという特定したタグもデータ化することができるので、まあ、その後の観光地のデータのマーケティングというところにもご協力できると考えております。はい、で最後に私たちメンバーですが、私も含めまして、モビリティに関する企業での経験を持った者が、数多くいたり、大手の旅行会社に勤めていた者が数多くいますので、まあ、観光プラス回すというところが、強みとして、今後も活動ができると考えております。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。移動目的だけでなく移動手段もつなげていけるというプラットフォーマーを目指していかれるというところですかね。はい、ぜひご質問皆さんから受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。挙手を、ご質問のある方挙手をお願いいたします。まあ、いろいろなところでの実証実験実績をお持ちなので、もうすでにつながっていらっしゃる方も多いのかなという感じですが、いかがでしょうか。はい、じゃあ渋谷区の鈴木さんお願いします。はい、発表ありがとうございました。
このアプリのサービスとか実証実験するにあたって、なんかそのエリアの規模感というか、どれぐらいの範囲感だとやりやすいとか、一番効果が出やすいとか、なんかそういうのがこれまでの実績の中で分かっているようであれば、ぜひお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、実証実験の規模としては、さまざまなものをやってきておりますが、やっぱりある程度、広域のものの方がデータがたくさん取れるという結果が出ております。まあ、ちょうどこの浅草から今5駅ほどの北千住までを対象として、その中の台東区様と墨田区様との範囲を行っておりますが、ここですとさまざまな移動手段や目的地の選択肢もかなり多いので、そういったところで数多くの方に触ってもらってデータを溜め込むというところが価値を発揮できるかなと感じております。わかりました。ありがとうございます。東京都だとどのぐらいですかね。渋谷区さんの中でとかそんな感じですか、イメージ。あ、そうですね。はい。電車だけではなくてバスとか、いろんなシェア自転車とかが集まっている渋谷区さんの中であればちょうどいい範囲かなと思っております。はい、ありがとうございます。早速札上げの時間いきましょう。それではコネクトはナイスの時間です。皆様一斉に札を上げていただきたいと思います。お願いします。はい、大田区さん、名古屋市さん、愛知県さん、上げていただきました。ありがとうございます。北九州市さんもコネクト上がっておりますでしょうか。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。前橋さんもそうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。三浦理恵さん、どうもありがとうございました。はい、たくさんのコネクトありがとうございました。じゃあ、続きまして3社目に参りたいと思います。3社目ですね。クリエイターズネクストの久保田さんです。はい、よろしくお願いします。はい、久保田さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、発表させていただければと思います。今日は、よろしくお願いいたします。巣鴨消滅に見る謎解きを取り入れた、地域活性化についてお話しさせていただければと思います。私はもともと、19歳の時に会社を作りまして、今18年目で、東京大学の大学院の GCI と、マサチューセッツ工科大学のビジネススクールで AI に関するプログラムを修了しております。で、巣鴨でですね、大正大学という大学がありまして、そこの招聘教授になって、地域活性化をしてほしいということが元々のリクエストでした。で、巣鴨の地域としての痛みは何かっていうことを学生と一緒にですね、巣鴨児童通り商店街の松宮理事長に話を聞きに行きました。そうすると、おばあちゃんの原宿からの脱出が切実な課題だっていうような話がありまして、50歳の人は60歳を、60歳の人は70歳を、70歳の人は80歳をおばあちゃんと言うんだよみたいなことを教えてもらって、やっぱり自分の町の課題が自分ごとになっていないっていうことがすごく課題だという話を伺いました。あとやっぱりコロナになって、売上が3分の1になってしまって、商店街からにぎわいが減っちゃったんだよねっていう話を伺いました。そこでリブランディングのために、アプリを用意したのと謎解きシートを用意して商店街のにぎわい創出を行いました。実際の映像をご覧ください。聞こえてる？私は未来にいる大正大学の学生です。こっちは2026年、特殊なアプリで時間を遡ってあなたに話しかけています。あなたの助けが必要なんです。隕石が大気圏に突入し地表に落下する見込みとの情報が入りました。隕石の落下予測地点は東京の巣鴨と発表されています。シンゴジラみたいな、ビデオを作ってプロモーションをしていきました。で、実際にやってみたところ、巣鴨前よりも好きになったと答えた方が全体の 82% おりました。で、満足度を測ってみたところ、NPS が 63.2 ということで、ユニバーサルスタジオジャパン、東京ディズニーランド、ディズニーシーよりも満足度が高い結果になっております。ですので、ディズニーを自分の町にですね、呼ぶよりも、ずっとリーズナブルに実施できる施策になっております。実際の声をご覧ください。めっちゃ楽しかった。すごい楽しかったね。ね。
まあ、巣鴨の商店街に来たことなかったので初めて見るお店とか、うん、世間でいうなんか昔ながらのイメージだけじゃなくて、うん、なんか新しい発見かもしれないし、なんかちゃんとそのストーリーがあって最後のエンディングはちょっと感動しましたね。この街に対する思いだったりとか、なんかそういうのがすごい伝わってきたし、でそれを応援したいっていうのが作り手の皆さんとか一緒にやってる学生さんの気持ちとかすごい伝わってきて結構感動したよ。普段通学路としてしかあんまり通ったことがなくて、休みの日に出かけてみようとかお店回ってみようっていうのはなかったんですけど、なんかこの謎解きをしながら回っているところで、あ、こんなお店だったんだっていうふうに気づいたりとか、また今度行ってみたいなっていうところがいっぱい見つかりました。声をいただいております。実際に思ったこととしては、恩返し消費が始まってるんだなと思いました。よくある地域活性化の施策ですと、地域の美味しいものだったり、綺麗な景色を最初に認知していただいて、ある意味ハードルがちょっと高い状態で消費してしまうっていう問題があるかなというふうに思ってまして、言ってみればお客様の体験としては、わざわざそのために移動するっていう体験になってしまうっていうことに対して、謎解き型の恩返し消費というのはですね、最初にゲームをプレイしてもらうんですよね。で、ゲームをプレイしてると、やっぱり謎解きって複数人で参加することが多いんですけど、友達とワイワイしながら謎を解いていきます。そうすると謎を初めに解けた人ってヒーローになるんですよね。で、ヒーローになると、わあすごいねっていう風になるんで、一生懸命頭を働かせます。頭を働かせるときに、やっぱり街全体がヒントに見えるっていうような体験になりまして、やっぱりその一人一人がですね、あ、街のことをいつの間にか好きになってたなっていう体験になります。なので謎解きをした後で恩返しで消費するっていう体験が実際に生まれてまして、どういうことかっていうと、普通謎解きって有料なんですけど、それを無料でやれるっていうことで、あ、こんな有料でも楽しめるような謎解きが無料でできるのねってことで、ついつい商店街で買い物をするっていう体験につながっていきます。実際の商店街の声をご覧ください。一つのポイントになることによって、まあ、多くの人に、まあ、目を向けてもらえるっていう、うちは巣鴨まんじゅうっていうのがキーワードで出てるんですけど、その巣鴨まんじゅうがまあ普段と比べたら倍ぐらいは売れましたし、今日の売り上げ自体も前回の土日と比べたらまあ 1.5 倍ぐらい、いつも以上にバタバタと忙しい思いをさせていただきました。この巣鴨まんじゅうが甘さ控えめっていうのをですね、アプリの中で告知していたんですけど、そしたら行列ができて、売り上げが2倍になったという事例でした。実際に様々なメディアで取材を受けまして、謎解き面白いってことでいろんなメディアが注目していただきました。巣鴨消滅2026はツイッターでも多くの方がクリア報告をしていただきまして、やっぱり雪だるま式にですね、謎解き好きは謎解き好きとつながっているってことで、どん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 人々がやってきました。で、実際の経済効果としては1ヶ月の開催だったにもかかわらず6300万円の経済効果を達成することができたということを毎日新聞に報道いただいております。その件もあって、岸田首相が推進するデジタル田園都市国家構想応援団の理事にも就任しまして、今後デジ田とのですね、連携も図っていこうというふうに思っております。差別化要素としては、弊社はもともと AI 分野で6つの、特許技術、まあ、先日8つになったんですね、の特許技術を持っておりまして、特許を活用して Google の行っていた世界最高峰研究を 8% 弱抜きまして世界一になっております。2年連続で4万5000名の中から日本一のウェブ解析士に選ばれております。山形県西川町と先日 AI 分野で包括連携協定を結びまして、 AI 謎解きによる地域活性化プロジェクトが発足しました。また福島県の会津若松市ともですね、AI 謎解きイベントやりましょうということで、今年開催を予定しております。また大正大学の第2弾決定しておりまして、9月3日から11月末までっていうことなんですけど、今度は巣鴨消滅ならぬ巣鴨爆発っていうタイトルでして、ですね、自動運転バスが暴走して巣鴨に走ってきてしまって、街が爆発してしまうのを食い止めるっていう、そういう謎解きになっております。AI 謎解きとしての工夫としては、LINE を使った観光チャットボットを用意しておいて、ゲームの中で自然にもフォローしてもらうような形にして、ついつい、他の、観光名所も行きたくなるということだったりですとか、こちらにあるのが AI を使った、まあ、絵画なんですけど、こういう絵画を実際にですね、謎解きの要素として使うように思ってます。これが AI を使ったアートの事例になります。こういった形を含めて内閣総理大臣賞を最近受賞しまして、
自治体様とはですね、コロナ特効だったりですとか、デジデンの補助金だったり、企業版ふるさと納税などを活用して、一緒にですね、地域活性化ができれば嬉しいなというふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、久保田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとね、技術的な説明するととっても7分では足りないので、AI 謎解きの裏に、すごい高品質な、はい、汎用型 AI があるということでございます。AGI があるということでございます。はい、それではご質問の方を受けたまりたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。地域活性化と若者も参加型ですごい面白いですね。驚きな感じですね。すごいです。ありがとうございます。はい、たくさん実績ございますので、まあ、いろいろご相談乗っていただけるかなと思っておりますが、ご質問、ありがとうございます。愛知県さん、お願いします。すみません、愛知県の金丸です。すみません、発表ありがとうございました。すごい面白そうでした。ありがとうございます。ちょっと、ありがとうございます。で、ちょっとお伺いしたいのが、なんかその、先ほどその商店街でやられたと思うんですけど、その、なんだろう、開催のその規模的に、その商店街規模がベストな量なのかっていうのが、まず1個と、なんかあと、その、割とその動画とかいろいろとやられてるので、結構経費高そうだなと思ったんですけど、もしなんかその辺の経費感覚とかが、お伝えいただけるのであれば教えていただきたいと思って、はい、ご質問させていただきました。ありがとうございます。まず、規模についてはですね、町の特性を生かした、謎解きというのを展開しておりまして、巣鴨の場合は商店街を活用した謎解きということで、歩いていける範囲で、大体、プレイ時間が平均2時間ぐらいでプレイしていただいたんですけど、今度やる、西川町の場合は、レンタカーと宿泊が前提の謎解きみたいな形になりまして、宿泊して町のこと、いっぱい知っていただきながら、車で移動しながら解いてもらうっていうタイプの謎解きというのを用意しております。で、会津若松の場合は、例えばバスとかを活用して移動してもらうとか、地域の特性に生かしたカスタマイズで、謎を作るということをやってますので、何なりとご相談いただければと思っております。で、最後に予算の件なんですが、西川町の場合は5カ年計画で、毎年2000万円って形で予算組みをしていただいております。だいたい、1500万から2000万ぐらい、予算を用意していただけると、謎解きが面白い形でできるんではないかなと思っております。経済効果は6300万円ぐらい出ているので、それでも十分、リーズナブルなんではないかなというふうに思いますので、ぜひご検討いただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。お時間もあれなんですが、せっかくなので東広島市さん、よろしくお願いします。すいません、ちょっとさっき消えちゃいました、ごめんなさい。一つ聞きたい、お伺いしたいのが、どうやってその利用者の方にリーチしたのかなっていうところなんですけど、かなり若い方がね使われてたと思うんですが、そのあたりを教えていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もともと僕がマーケティングの専門家でありまして、PR にかなり力を入れました。テレビでの取材がかなり相次ぎまして、 NHK だったりですとかテレビ東京だったりっていうところで、取材をいただいたんですけど、それは実はたまたまではなくて、もう狙いに行ってやったっていうところが実はあります。記者クラブに泥臭くですね、全部のその取材されてる、ディレクターだったりプロデューサーの名前を、書き出していって、どんな番組を作られてるかっていうことを調べて、一人一人に手紙を書いて、泥臭くアタックするっていうことなんですけど、そういうことをやることによって結構取材していただけるっていうのが分かったので、そういうマーケティングをして、お客様に来ていただくっていう形を実践しました。分かりました。ありがとうございました。すごいですね。はい。まだまだご質問たくさんあるかと思うんですが、ぜひコネクトを上げて、その後直接ご質問していただければなと思います。はい、それでは、コネクトはナイスのお時間になります。一斉に札を上げていただきましょう。皆さんよろしくお願いします。はい、前橋、八千代さん、ぜひ野中さん、コネクト上がりました。大崎さん、東広島さん、横須賀さんも上がってます。愛知県も上がっております。コネクトです。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、北九州さんも上げていただいてます、ね。はい、北九州さんも上がってました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですね、今日は良かったです。クリエイターズネクスト久保田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてですね、4社目になります。4社目はですね、アトミカの島田様でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、改めましてではアトミカの会社のご説明をさせていただければなと思っております。アトミカで代表しております島田と申します。よろしくお願いします。今日はですね、地域巻き込み型コワーキングということで、コワーキングってスタートアップじゃなくねと思いの皆様に対してですね、コワーキングスペースの事例のご紹介をさせていただければなというふうに思っております。よいしょ。私たち今できて4年目のスタートアップでございまして、で本社は宮崎県宮崎市にあるんですが、今私は東京におります。なぜかと言いますと、こう全国をですね転々としながら各地域のまちづくりみたいなものをパッケージングしていきながら各地域の地域活性を進めておりますよというようなスタートアップをやっています。で地銀様からのご出資も賜りながらですね、地域の事業会社様と一緒に手を組みながらまちづくりまち活性みたいなものをやっておりますよという形になっています。でこの会社は何でやってるんですかというところの背景といいますか、僕らの解決したい課題から触れていきたいなと思います。でまずこのなかなか私も地方出身なんですけれども、日々暮らしている中で新しいコミュニティとの出会いってなかなかないよねっていうことを思っています。お家と職場行ったり来たりの方が多いんじゃないかなと。あとは地域に経営者の団体様であったりとか学生団体であったりとか、いろんなコミュニティはあるものの、そこをまたいだ出会いってなかなかないんじゃないかろうかというふうに思ってます。でこういう新しい方々との出会いが少ないということを通じて、いろんな方々に機会損失が起きちゃってるんじゃないかなということを思ってるんですよ。でそれは私昔から地域のいろんな大人の方々に可愛がっていただいている中で、この人と会わなかったらこんなことやらなかったなというのですね、面白い出会いに昔から転がされてきたタイプの人です。でそういう面白い出会いって人の人生を非連続的に成長させてくれますし、その人の可能性というのを引き上げてくれるなというふうに思っています。でもなかなか面白い出会いが少ないよという地域においては、こういった機会が失われてしまっていて、その地域に暮らしている存在している人物ことの可能性が潰れちゃってるんじゃないかなということを思っています。じゃあそんな話をする中でですね、機会を得たいんだったら東京に行ったらいいじゃないかという話をされる方もたくさんいらっしゃいますが、まあ、皆さんそんなにマッチョマンじゃなくないっていうふうに思ってるんですよ。この地域の中でその地域に残りたい人もいらっしゃるし、残らなきゃいけない方もいらっしゃると思いますし、こういうふうな中でですね、東京に行くっていう選択肢以外もちゃんと設けていきたいなっていうことを思ってます。なんで私たちの方でその地域に住み暮らしている人たちのいろんな思いとかニーズとか相談とかをいろんな形で集めてきて、でそれを満たしてあげられるような相手方をおつなぎしていくと。でこれを組織立ってぐるぐると回していけば、東京に行かずとも各地域に住み暮らしながら自分のやりたいことにありつける機会を得られるっていう世界が作れるんじゃないかなということで、この会社を4年間やってきております。でそんなことでですね、創業事業でコワーキングスペースを宮崎市の百貨店の中でオープンしたっていうのも最初なんですが、まあ、そこからありがたいことにですね、地域の方々にすごく愛していただきまして、そこから神セブントップ常連の北九州市様とも仲良くさせていただきまして、北九州市にも2号拠点を、そこから先も今全国に拠点を増やしていっております。で 100% 民間運営のコワーキングスペースで黒字化を複数拠点やれているというところがほとんどないということもありまして、今各地域にですね、ご助教いただきまして、百貨店の中であったり、あとは国立大学様であったり、地銀様であったり、地域の、再開発プロジェクトだったり、あとは百貨店のリノベーションとかですね、いろんな形でそこの町々の方々と一緒にやりながら、コワーキングスペースの運営だったりを進めていっておりますというような会社になっています。で、こんだけの地域でいろんなことができているというのは結構手前味噌ながら頑張ったかなというふうに思っていまして、これなんでできているのっていう裏側を軽く触れさせていただきますと、僕らこのソーシャルコワーキングっていう事業だというふうに名乗ってるんですが、コワーキングスペースを軸としながら地域のいろんな方々に場所を使っていただこうっていうことを思ってるんですよ。また、いろんな人たちの思いを集めてくるためにコミュニティ形成に特化したチームっていうものを僕たちで各地域で採用しながら常駐をさせていったり、あとはインターンシップやマッチングプログラムのコーディネートみたいなものを通じて、様々なコミュニティを書き回すプログラムをやってます。あとはそれをより再現性を持たせてですね、各地域にどんどん展開していきやすいようにということで、テクノロジーも合わせて開発をしていまして、この場所、人、機械、テクノロジーの4つの力でもって、各地域にこのパッケージを広めていっています。場所の話で言いますと、例えばコワーキングって言ってますが、下は7歳から上は79歳までですね、いろんな方々にお使いいただいていて、79歳のおじいちゃんはボケ防止で通ったりしますという事例があったり、
あとは各地域に面白い雇用をどんどん生んでいきたいなというふうに思っていますので、採用育成のスキームみたいなものも社内で確立ができていっています。あといくつもプログラムを持っているんですが、今日ぜひご紹介したいなと思っているのは産学連携プロジェクトの立ち上げ支援サービスですね。地域の会社さんのこんな商品作りたいとか、このサービス作りたいよっていう思いを僕らの方で伺いまして、それをやりたいっていう学生さんを集めてきて、コミュニティ活動化をしていて、インターンシップにして差し上げますよっていうプログラムをやっていたりします。それを通じて地域のスーパーマーケットさんで新しいお惣菜を作ってですね、定番商品化をさせていたりだとか、まあ、そんなことも通じてこの各地域の名産品とかお祭りとかイベントとかを地域の学生さんと一緒になりながらバリューアップをしていって発信するみたいな活動も合わせてやっております。で、あと最後の方でですね、テクノロジーのお話もありまして、僕らそのコワーキングとコミュニティ運営を支援するようなアプリケーションっていうのを最初は自分たちが使うように作ってたんですけれども、そこからお引き合わせをたくさんいただくようになりまして、各地域のコワーキングスペースさんにこのコワーキングとコミュニティ運営に特化したようなサービスですねをどんどん作って導入していっています。あとは寄せ書きをモチーフにしてコミュニティ形成をどんどん支援できるようなアプリケーションというものも合わせて持っていまして、こういったものを地域のコワーキングスペースに導入していくということも可能になっています。で、まとめに入りますが、僕ら、今各地域にどんどん出店を進めようとしておりまして、僕らが出ていく出店をするということもございますし、地域の行政さんと一緒に、それこそ北九州市様においては、半年間で企業誘致活動をご一緒させていただきまして、半年で79社ですね、企業誘致を実現したみたいなこともございます。その他、スタートアップ支援課とか、DX 推進室とか、雇用政策課とか、企業誘致課とか、そういった方々とよく一緒にご一緒にお仕事をさせていただいているような状態になっています。で、今日参加いただいている自治体の皆様のすべての町を拝見いたしましたが、すべて僕たちの出店候補地リストに入っておりまして、で、僕ら2025年までに122拠点出し切ろうと思って、今30拠点ぐらいまで見えてるんですけど、そこに向けてガシガシと進めていっています。僕らが出るパターンもありますし、地域に素敵なコワーキングスペースがすでにあるよという場合は、そこのサポートをさせていただくためにアプリを入れたいなって思ってます。で、それだけではなくて、企業誘致や、それから僕ら大学内コワーキングであったり、行政様と一緒にやってるコワーキング、コミュニティ支援みたいなものもやっていますので、ぜひ皆様の街の事例っていうものも伺いたいなというふうに思っています。私のことがめっちゃ嫌いっていうパターンじゃなければ、ぜひレッツコネクトを上げていただければなというふうに思っております。あと3日からは以上です。はい、島田さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいですね。とっても分かりやすくて、はい、魅力的なプレゼンでした。ありがとうございます。なんかありそうでなかった感じですし、コワーキングスペースブームの中でなんかすごいニーズありそうだなっていう。そうですね。詳しく聞きたい感じですね。冒頭おっしゃってた通り、これ本当スタートアップなのかなって私もすいません最初思っちゃったんですけど、そうですね、みたいな。はい、ところです、ご質問を受けたまわりたいと思います。ご質問のある方ぜひ挙手をお願いいたします。はい、名古屋市さん、はい、一番早く、はい、手を挙げていただきました。あ、はい、ありがとうございます。ぜひ名古屋にもお越しいただければなと思いますけれども、さっき企業誘致って話があったんですけれども、企業誘致でどういう形でそのパートナーを組まれているのか、その今、例えばそちらが持っているそこの拠点というか北九州でしたっけ、そちらの拠点に呼び込むという形なのか、他の都市に出店しているところから、北九州さんにこう引き込む形なのか、どういう形で連携されているんでしょうか。ありがとうございます。これを北九州様がいらっしゃる前で喋るのがちょっと恥ずかしいところなんですけど、僕ら東京と北九州市はじめとしていろんな町に拠点があるっていうところもありまして、首都圏以外の企業さんにもネットワークを持っているっていうのが一つ強みとしてあります。なので県外の会社さんの中で北九州市に来たら道良さそうだよねっていう会社さんをプッシュ型でお声掛けをするっていうシーンもありますし、同時にこの SNS でこの実際にいらした会社さんたちの記事を作っていったりっていう中で、この PR とかウェブマーケ上で向こうからお問い合わせをいただく形で会社さんを取っていくっていう行動もやっています。で、北九州さんとご一緒にやっているのは、そういうプッシュ型の声掛けもそうですし、実際僕たちの拠点がその北九州市にあることによって、企業誘致の受け皿としてめちゃめちゃいいねっていうことを言ってくださっていて、実際そこの地域の会社さんが、まあ、数百っていう方々が常に使ってくださっているので、そこに来て、あ、なんか面白い人たちめっちゃいるじゃん、この街ってなることによって、進出意欲が高まるっていう話もそうですし、あとは先輩進出企業ですね。昨年来たんですとか先月来たんですっていう方々も弊社の中にいるっていうことで、この進出企業 OBOG コミュニティみたいなものが弊社のこのスペースの中に出来上がっていくっていうことを通じて、
視察もフッキングも一緒にできるし、来た後の粘着性工場というところも一緒にできるし、その後のアフターケアも僕らのスペースに入っていただくということでできて、でさらに僕らのこのつながっている地域の不動産会社さんというところに、今度オフィス探している人たちいるんですけどどうですかっていうのを僕らが橋渡ししていくことができるというところで、北九州さんとは本当に川上から川島までずっと一緒に企業誘致活動をご一緒しているっていう感じですかね。なので全部一緒にやっちゃってます。ありがとうございます。ちょうど我々もそういった取り組みというかコワーキングさんと一緒に誘致活動してたりもしているので、ぜひまたご一緒できればと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、残り1分ほどございますが、他ご質問いかがでしょうか。すでにコワーキングスペースをお持ちという方も多いかと思いますが、よろしいですかね。大丈夫ですかね。はい、ではそれではコネクトはナイスのお時間に入っていきたいと思います。一斉に札を上げていただきましょう。皆さんコネクトはナイス、よろしくお願いします。あ、ナイスコネクト上がってます。白南大使さん、杉谷さん、北九州市宇部市さんも上がってますね。東広島市さん、大部市さんも、広橋市さん、横浜市さんも上がっております。たくさんの皆さん上げていただきました。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、4社目アトミカさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうしましたらですね、順調に進んでおりますが、最後ですね、5社目のご登壇になります。デッサンの高橋様ですね。はい、準備整い次第プレゼンよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では企業の SDGs を支えるプラットフォームタイアップロモーションの発表をさせていただければと思います。はい、まず私の簡単な自己紹介ですが、もともとインディードやリクルートという会社によりまして、2020年7月に株式会社デッサンを創業いたしました。事業内容としては今回お話しさせていただくタイアップロモーション以外に以下のような企業で顧問などを務めさせていただいております。トピックスですけども、さまざまありますが、2022年の3月には経済産業省の J スタートアップ九州に採択をいただいたりしております。はい、では早速なんですが、ここからタイアッププロモーションの構想のきっかけをお話しさせてください。私は先ほどお伝えした通りですね、企業の顧問をいくつか務めているんですけども、その中で最近 SDGs の相談というのはかなり多くなってまいりました。で実際に SDGs について調べてみるとですね、年々 SDGs の積極的な企業というのは増加してきており、ニーズも高くなってきています。ただ SDGs っていうとやはり大企業をイメージされる方も多かったりするんですけども、それもデータで出ておりまして、大企業と中小企業で比べるとですね、約 30% 近く積極性に開きがあったりします。ただこの数字見ると結構中小企業も頑張ってるなっていうのが私の印象ではあるんですが、ただ、残りの 65% はですね、まだまだ取り組めていないというところが一つの課題点として挙げさせていただこうと思います。なんで中小企業の皆様が SDGs の取り組みがなかなか進まないのかというところですが、1位はですね、何から始めたらいいのかわからない。で2位はメリットがわからないとか、それ以外には資金の問題だったり、人員の問題だったりっていうところが挙げられています。そんなですね、タイアップロモーションは、SDGs の取り組みを行いたいけど何から行ったらいいんだろうとか、またですね、せっかく SDGs の取り組みを行うならメリットある取り組みをしたいよねとか、また行いたいけどもリソースが足りていないとか、こういったですね、企業さんのお悩みに対してタイアッププロモーションは解決することができてできます。はい。で、どのように解決していくかっていうところなんですけども、ここではちょっと一度大企業さんがどんな取り組みを行っているのかっていうところを一例お伝えさせていただきますと、ファミリーマートさんだと子ども食堂を運営していたりとか、マクドナルドさんだとマクドナルドハウスって有名ですよね。小児病棟の横に宿泊施設を作ってそこに通うお父さんお母さんをフォローしてたりと、大企業さんはですね、こういったとても素敵な SDGs の取り組みを行うことによって、企業ブランディングだったり採用ブランディング、また社会的アピールなどを獲得し、結果的にこれらは自社のメリットを獲得できているというふうに言われています。
ただこんな素敵なですね SDGs の取り組みを行おうとすると、例えば子ども食堂を運営しようとか宿泊施設を運営しようとかすると、なかなか中小企業の皆さんでは資金的な課題だったり人的な課題がどうしても残ってしまいます。ただ周りをよくよく見てみてください。子ども食堂をすでに運営している NPO さんとか、小児病棟に通うお父さんお母さんをフォローしている NPO さんとか、日本にはですね、さまざまな社会活動を行う NPO 法人さんが約5万団体いらっしゃいます。そんな NPO 法人さんと企業がタイアップを行っていただき、 SDGs の取り組みを行うマッチングプラットフォームがタイアッププロモーションといったサービスになっております。で、具体的にサービス紹介をさせていただきますが、このようなウェブページとなっておりまして、現在はですね、約500団体の NPO さんがご登録いただいておりまして、毎月80団体の NPO さんが新規にご登録をいただいていると。まだローンチしてから半年なんですけども、NPO さんの期待は非常にこう高くてですね、登録がどんどん進んでいるような状況でございます。で、実際に、コンテンツをクリックしていただきますと、このように NPO 法人さんの詳細を閲覧することができまして、上の方にですね、タイアップオファーをするというボタンがございますので、こちらをクリックしていただくと、企業から NPO へタイアップ申請を行うことができます。で、タイアッププロモーションはですね、NPO と企業のウェブ上でのマッチング、また NPO さんとの契約書、そしてクレジットの自動決済まで、NPO 法人とのマッチングをシームレスに行うことができるサービスとなっております。で、ここから導入事例について少しお話しさせていただければと思うんですが、山口県のクレーンリース関係企業さんでは、作業事故を撲滅したいという思いがありまして、同県の子ども食堂をご紹介させていただきました。で、その事故というのはですね、やっぱり毎日の仕事が意識をすることによってかなり減るというような実証事件も出ておりまして、通常こう事故って、こういった作業事故って起こしてしまうと従業員の皆さんの評価が下がるっていうのが一般的で、マイナスにしか働かないっていうのが一般的だったんですけど、事故を起こさないと子ども食堂に、5食分をプレゼントすることができる、こういった、タイアップを行ったりとか、また大阪府の石油関係企業さんでは配送事故を撲滅したいということで、世界の感染症対策を行っている NPO 法人さんをご紹介させていただきました。これもですね、配送なので A 地点から B 地点に物を毎日毎日運んでいるわけなんですけども、その1回1回のですね配送が、事故を起こさなければ1人の命を救うことができるといったプロジェクトになっています。とてもなんか素敵じゃないですか。それ以外にもですね、広島県の建設系企業さんでは女性雇用を推進していきたいという思いがありまして、女性 DV 被害サポートを行っている NPO 法人さんを紹介させていただきました。私はもともとリクルートとかインディードで、求人の仕事を行っておりましたので、この辺は非常にこう知識が明るいんですけど、女性雇用を推進しているっていうふうに企業さんがアプローチすることってよくあるんですが、ただそのエビデンスってなかなかこう表面に出しづらい部分があったりするんで、そんな時ですね、この女性 DV 被害サポートを行っている NPO 法人さんとタイアップを行っているっていうことを、表現することによってですね、女性雇用を推進しているエビデンスを出すことができます。このようにタイアッププロモーションはですね、自社のメリットを目的として SDGs の貢献を行えるっていうのがタイアッププロモーションの一つの特徴ではあります。はい、最後にですね、自治体の皆様へ、ご提案させていただけるという話でしたので、今回ご用意させていただいているんですが、冒頭で申し上げた通りですね、何から取り組んだらいいんだろうとか、また、SDGs 取り組みするならせっかくならメリットがある取り組みをしたいとか、リソースが足りていないとか、皆様の地域でもですね、 SDGs の取り組み何からやったらいいんだろうって悩んでる企業さんってたくさんいらっしゃると思うんですね。はい、で、そんな中で、この SDGs 相談窓口を設置している、自治体の皆様もいらっしゃるかと思うんですが、このタイアッププロモーションを使うことによってですね、具体的なアクションを決定することができたり、また、企業においてメリットのある SDGs って何だろうとか、そういったセミナーを私が登壇させていただいて、させていただいていることもあります。
なので今回 NPO とタイアップをするタイアッププロモーションを活用してですね、地域の SDGs をより活性化できませんかっていうのが今回のご提案でございます。本日はご清聴どうもありがとうございました。株式会社デスの高橋でした。ありがとうございました。はい、高橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。地域 の企業の皆さんの SDGs を推進したいということ で、ね、このサービスを、はい、開発されたということなんですが、NPO の、ね、持続可能性って昔からずっと課題になっていましたけど、この手があったかという感じで、まあ、今だからこそできる、まあ、時流にあったサービスかなと思っております。お互いにとってね、有意義な感じがしますよね、そうですね、はい。それでは質疑応答を受けたまわりたいと思いますが、ご質問になる方いらっしゃいますでしょうか。そうですね、 SDGs 未来都市の皆さんたくさんいらっしゃいますので、この中に、はい、名古屋市さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと私自身も NPO の関係もやってたりとか今でも関わってたりするので、結構素晴らしい話だなと思ってお伺いしてたんですけれども、今のそのなんていうのかな、かなりビジネスモデルというか、負担ですよね、金銭的な負担をどこが払うのかっていう部分とか、その NPO 側とか行政としてのこう何か手間がかかる部分とかですね、お金がかかる部分があるのかっていうのと、もう一つ企業さんが最終的にはこれ寄付になるんですかね、実際にお金を出すときって、そのあたりのところをちょっと教えていただきたいんですけども。ありがとうございます。まず行政、まあ、自治体の皆さんから、何かこう金銭が発生するということは基本的にはないです。どういった形かというと、企業は NPO さんに対してタイアップ料を支払いするといった形になりますので、まあ、それが寄付というような形にはなるんですけども、タイアッププロモーションにはいろんな NPO さんが紹介されているような状況なので、行政としてはですね、例えば可能ならば、まあ、こういった NPO さんとのタイアップはどうですかという形で相談窓口を設けてご紹介していただくというのはいかがかなというふうに考えています。もちろんその企画として必要なのであれば私もフォローさせていただければと思っておりますというところが、まずその行政の皆さんに何かしらこう予算がかかるのかというご質問に関しては特にかかりませんというところがまず回答ですね。で次に支払いの部分に関しては先ほどちょっとお話の中でも触れましたけども、タイアップ料という支払いに関しては、寄付でもいいんですけども、基本的にはその企業側としてはですね、SDGs っていうのはある意味一つの広告だというふうに私も考えておりまして、広告宣伝費という経費でですね、NPO さんにお支払いしてくださいっていうのが本流の数字で、お話ししている部分ではあります。わかりました。ありがとうございます。NPO 側からすると寄付で受けた方がいろんなメリットがあったりとか、いろいろあるとは思うんですけれども、そのあたりはまたお話をお伺いできればと思います。ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。残り1分ございます。で、なんかショートめなご質問などなど、よろしいでしょうか。よろしいですかね。はい、それでは本日最後のお社名のコネクトはナイスのお時間でございます。皆さんコネクトの準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、コネクトを挙げていただきました、宇部市さん、名古屋市さん、北九州市さん、東広島さん、香川県さんですね。はい、たくさん挙げていただいております。皆さんありがとうございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんのコネクト上がりました。デスさんの高橋さんでした。高橋さんどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、以上をもちまして5社終了となりました。土屋さん。はい。今日は本当にでもあれですね、コネクトもたくさん上がりましたけど、本当に聞いてても興味深いテーマばかりでしたですね、よかったです。そうですよね、すごい高度な結局頑張りました。高度な技術を活用しててちょっとその仕組みまでは理解できなかったんですけど、とても自治体の皆さんがうまく活用して、このまさにスマートシティというか、まちづくりとか地方創生に生かせるようなテーマがいっぱいあったかなと思いますので、我々スマートシティインシュートとしてもですね、ぜひ何らかの形で共同であるとか、なんですかね、応援をしていきたいと思いますので、登壇の皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。
はい、少し時間がありそうなので、1人、2人ぐらいコメントいただいてもよろしいですか、ね、そうですね、はい。はい、ありがとうございます。愛知県、金丸さん、いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。いやいやいやでもなんか、なんかですね、割となんかどこの会社さんもなんか相当以上になんかすごい魅力的なところがあってですね、で自分もそのコネクトに挙げさせていただいた2社なんですけど、まあ、なんか残り そのナイス挙げた会社でも、なんか自分、ここ、すごい面白いんじゃないかと思いつつ、なんかその、まあ、自分のところだけが担当かじゃないので、なんか実際にさおつなぎしたときに、なんかどうなんだみたいな反応がちょっと分かんなかったりしたので、なんかちょっとなんか、この辺振ってみて、なんか興味ありそうだったら、また後でご連絡させていただこうかなみたいなと思いながら聞いてました。はい、それぐらいちょっと魅力的だった感じです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もう一方ぐらい、東広島さんいかがですか。すみません。ちょっとクリスの代わりに出たんですけども、本当に今言われたように、どの会社さんもとても魅力的で面白いかつ、まあ、ちょっと技術的なことは私もよくわからない部分もあったんですが、今お話しされた以外のところもですね、コネクトしたところについてはいろいろその話を聞かせていただいてですね、いろんな活動につなげれたらなと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。スタートアップ企業の皆様、コネクトの札上がったところにつきましては、すいません、明日以降ですね、うち久保田さん AI、 久保田さんみたいに AI 持ってないので、人手で目視でこうカウントしてですね、コネクト上がったところご連絡させていただきますので、少々お時間いただきますがお持ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではこれにてマンスリーピッチ7ミニッツ第10回終了させていただきたいと思います。また再来月ですね、9月に皆さんとお会いできればと思います。引き続きよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、そうしましたら、ちょっと最後にですね、事務局の方から簡単に、今後のイベントのご紹介をさせていただきたいと思います。画面見えておりますでしょうか。今日ご視聴いただいた皆様にですね、この後アンケートが自動配信されますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それから今日の動画はですね、YouTube チャンネルの方で公開いたしますので、よろしくお願いします。で、今後のイベントでございますが、ちょっとウェビナーの方はですね、ちょっと一休み、夏休みになるんですが、今週の日曜日、特別のフォーラムということで、今日自治体でご参加いただいてます前橋様ですね、デジ電構想のですねタイプ3に採択されている、まさにスマートシティの最先端の自治体様でございますが、前橋でですね、このウェルビングな街づくりの実現に向けてということで、特別セミナーをやります。日曜日の10時半から12時過ぎというところで、ちょっとお休みの時間になりますが、大変ですね、興味深い、スマートシティの取り組みご紹介いただけると思っておりますので、ぜひご興味ある方はですね、今からでも申し込み可能でございます。事前登録制になっておりますので、ぜひご視聴いただければというふうに思います。よろしくお願いします。あと、それ以外の情報もですね、あと私どもですね、6月30日にやりましたデジ電構想をテーマにしたイベントの方もですね、アーカイブ動画が今ご覧いただける形になっておりますので、こちらもぜひお時間あるときにご視聴いただければというふうに思います。よろしくお願いします。その他ですね、デジ電構想絡みのですね、私ども開発した指標のサイトでありますとか動画もですね、いろいろとアップしておりますので、こちらもぜひ興味のある方はご視聴ください。でそれ以外の情報もですね、PTX のほか YouTube、それから Twitter、Facebook 等で、配信しておりますので、ぜひこの機会にですね、チャンネルサイトのですねフォローの方もよろしくお願いしたいと思います。はい、事務局からのご案内は以上となります。それでは本日ですね、記念すべき第10回のマンスリーピッチもですね無事終了ということで、たくさんのコネクトありがとうございました。視聴いただきました皆様も本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではこれで、本日のマンスリーピッチは終了とさせていただきたいと思います。皆様お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。